リフォーム塾では知らないと損する最新の有益情報を忖度なしで随時配信。見逃さないように絶対チャンネル登録お願いします。100万円以上違う安いステディアと高いステディア、何が違う？はい、今日お話しするのは、はい、クリーンアップの人気キッチンステディア、こちらが安いものと高いものではなんと100万以上離れますので、はい、どういった違いがあってそんだけ値段差離れるのかというところについてご説明したいと思います。はい、でこのステディアなんですけれども、プロが選ぶ人気キッチンランキングで何年も連続で1位を獲得している、はい、商品になりますので、はい、まあ、結構この動画が伸びるんじゃないかなと期待しております。リフォーム会社をお探しの方必見。これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる。詳しくは概要欄へ。2つ、まあ、定価見積もりっていうのがあるんですけれども、はいはい、定価ベースで安い方のステディアでいうと、はい、組み立て費込みで、その合計金額が、149万8000円、うん、はい、一方で高いステディアになりますと、はい、組み立て費込みでなんと268万8100円と、あ、全然違いますね。はい、いうことで、はい、定価時点で、まあ、こんだけ100万以上の、まあ、差があるっていう感じですね。はい、ただ、まあ、僕らでその定価そのまま出すんじゃなくて、いくらか値引きしてお客さんに出しますので、まあ、そちらの話も加味して、はい、この後の差額どれだけ出てるのかっていうところについてお話しさせていただこうと思います。はい、でまずこのステディア選ばれる理由の一つになる点になるんですけども、はい、例えばリクシンだったらシエラ、ノクとリシェルっていうこういう、はい、まあ、グレードで3ラインナップあるわけなんですけれども、はい、シエラのオプションをリシェルで選べなかったりするんですよ。まあ、かたや安いオプションを高い生地で選べなかったりするんですよね、カーメーカーだったら。はい、ただこのステディアに関して言うと、ステディアでスタンダードのラクエラで選ぶようなオプションっていうのを選べることができるので、その分お値段を抑えることができるんですよ。うん、なるほど。はい、だそこだけラクエラ仕様っていうことになるんですけどね、うん、はい、簡単に言うと。じゃあどういったところをラクエラ仕様にすることによって今回この安いステディアでお値段を抑えたのかというところについてお話しさせていただこうと思います。はい、で大きくは水洗、加熱機器、はい、レンジフード、食洗機、キッチンパネル、この辺に関しましては安いステディアの方はラクエラでも選べるもの、うん、なるほど、はい、ラクエラでの価格で選べるもので今回構成しております。はい、少し前提としてお話しさせていただくのは何かというと、掛け率、値引き率という話でして、はい、こうグレードが上がれば上がるほどこの掛け率、値引き率が下がるんですよね。うん、高いグレードのキッチンの方が大体こう定価に近いような、ほぼほぼ値引き率なしですっていう、はい、価格帯になりますと。でまず水洗なんですけれども、安いステディアの方はどういった水洗がついているかというと、はい、このシンプルな、はい、シングルレバー水洗ですね、まあ、特段何の、機能もついていないものをつけると安く抑えることができますと。はい、でこちらになりますと定価は2万9000円で、そちらの、まあ、ラクエラで出す掛け率で出すことができますので、はい、35% でお客さん提供できますので、実際お客さんの出し値としては、1万325円と、うん、かなり安いですね。そうなんですよ、うん、はい、一方で高い方のステディアでついている水洗は何かというと、リクシル製のハンズフリー水洗、うんうん、はい、こちらは手を下にかざすと、はい、水が出てくるってやつですね、自動で、はい、でなおかつ、浄水機能もついていると、はい、いうものになっておりますと。はい、で以前この水洗についても完全版ということで解説した動画ありましたけども、はい、クリーンアップでリクシルの水洗を出そうとすると、はい、ほぼほぼ定価の金額で出さざるを得ないんですよ。うん、まあ、簡単に言ったら、リクシルがあってクリーンアップがあって、まあ、僕らがいますということで、うん、クリーンアップが間に挟むことによって、はい、その分やっぱり利益乗せられちゃうんで、ほぼ定価みたいな金額になりますと。なるほど。一方でリクシルから僕ら直接取り寄せることもできますので、うん、そうするとまあもう少しお値段下げられる感じですね。うん、はい、ただ今回に関しては、まあ、クリーンアップから入れた場合っていう話になりますんで、その時の金額をお伝えさせていただくと、はい、定価が19万7000円で値引き率ほとんどなくて、掛け率 95%、 定価に 95% かけた金額がお客さんに出し値ですということで、はい、18万7150円、はい、おー、めっちゃ差ついてますね。はい、税抜きで17万6825円の差額がありますので、税込みで言うと推薦が20万ぐらい変わってきますっていうのがまず一つ目の違いですね。うん、はい、で次加熱機器、こちら今回 IH、まあ、ガスコンロと IH ありますけれども、今回 IH でまあ比較しておりますと、はい、で安いステディアに関しましては、まあ、安い IH つけておりまして、高い方につきましては高い IH つけてますっていう、それだけなんですけれども、安い IH 見た目はどういったものかというとこちらですね。でただこちらのラクエラの価格で出せるものにはなるんですけれども、
別にこう火力が弱いとかそういうことはないんですよね。あ、はいはいはい、で以前の動画で安い IH 高い IH っていう動画を撮ってますけれども、はい、こちらに関しては別にあの普段問題ないんですけども、高い IH になりますと、はい、これですね、縁がなくなったりとかして、はい、まあ、よりスタイリッシュなデザイン、まあ、この操作部なんかも凹凸なくなってフルフラットな、はい、うん、操作部も含めてガラストップになっていると。確かにおしゃれになってますね、はい、まあ、そういうデザイン性がアップしているともに、高い IH どこが違うかっていったらグリルと、はいはい、グリルがまあ機能が充実、まあ、オート調理の機能が充実していて、なおかつ掃除がしやすい、はい、まあ、この辺が高い IH になるっていうところ、あの過去の動画でお話してますので、ぜひともそちらもご参照いただければと思います。ということで、高いステディアやそっちの高い IH がついてますというところですね、はい、でそちらの金額をお伝えさせていただくと、安い IH をつけた方に関しましては、 IH の定価が27万1000円で、かけ率が 35% ということで、うん、出し値はまあ10万切りますと、はい、9万5000弱と、はい、一方で先の高い IH をつけると定価でいうと40万円弱になりまして、はい、なおかつなんですけども、かけ率、はいはい、値引き率もまあそれほど高くはないので、かけ率が 70% で計算した場合にお客さんに出し値が26万6700円と、はいはい、いうことで、こちらも税込みでいうとほぼほぼ20万近くの差額が出るということですね。結構ですね、はい、でその次レンジフードですね、はい、でレンジフードに関しても、まあ、これも高いレンジフードと安いレンジフード、はい、この動画撮ってるんで、まあ、それになぞったような形になるんですけれども、はい、安いステディアの方についてレンジフードっていうのはフィルターがあるタイプのものになりますと、はい、まあ、こちらですね、はい、なんでまあやっぱりこのフィルターの清掃が必要になるというところが、はい、まあ、一つデメリットになるわけなんですけども、はい、高いステディアにつけているレンジフードはどういったものかというと、はい、クリーンアップのレンジフードといえば、あらゆるレンジフード、さすがに覚えましたね、はい、あらゆるレンジフードということで、まあ、今の動画流してますけれども、この水を入れて、まあ、水がまあファンを循環して、はい、まあ、ファンを洗ってくれるというものですね、はい、そういったあらゆるレンジフードに、まあ、すると当然値段は変わりますと、うん、いうことで、じゃあどれぐらい変わるのか見ていこうと思うんですけども、はい、安いレンジフードをつけた方は定価が11万8000円のクリーンアップラクエラムかけ率 35% 計算した場合に4万1300円になりますと。一方で高いレンジフード、こちら定価23万3000円ですね、あらゆるレンジフード、はい、でこちらも結構定価に近い金額になりまして、はい、かけ率 85% 計算すると、はい、お客さんの出し値が19万8050円ということで、差額でいうと税別で15万6750円ということで、まあ、こちらも20万近く、まあ、この水栓加熱器っていうレンジフードだけで60万近く違うというところですね、うん、はいはい、まだまだ違いありますと。で次食器洗い乾燥機ですね、はい、で食器洗い乾燥機につきましては今写真はないんですけれども、はい、ラクエラ価格で選べるものに関しては全て朝型になっております、うん、はい、食洗機に朝型と深型ってありまして、はい、まあ、大体こう大皿みたいに洗おうとする深型が必要になるわけなんですけども、はい、まあ、今回朝型ですと、うん、安いステリアについている食洗機については朝型ですということで、はい、こちら定価が16万3000円ですと。でこれは 35% ということで、5万7050円と。一方で高いステリアにつけている、はい、まあ、食洗機の方は、まあ、定価時には25万8000円と上がってますと。これはなぜかというと朝型に対して深型というところですね、はい、大皿とかも洗える深型になっておりますと、はい、でその他、まあ、いろんなこう省エネ機能であるとかついているというところで、まあ、定価が上がっている次第でございますと、はい、でそちらに関しても同様に、確率は、ラクエラ価格じゃなくてステディア価格になりますので、上がりまして 70% 定価の 70% 計算すると、はい、18万600円になりますと、うん、いうことで、この食洗機に関しても、12万3550円ということで、はい、10万円以上の差額が安いステディアと高いステディアで出ておりますと、はい、いうことになります、はい、で次キッチンパネル、でキッチンパネルに関しては僕結構もうラクエラのでいいんじゃないかって思ったりするんですけども、はい、その場合は定価が12万9000円の 35% で4万5150円ですというのに対して、高いステディアの方のキッチンパネル、今回何で見積もりしたかというと、はい、マグネットパネルなんですよ。マグネットパネル、はい、マグネットがつくタイプですね、うん、いろいろ最近あの、まあ、タカラスタンダードとかでもまあ流行ってますけれども、はい、うん、結構そういうお玉とかそういう調理器具なんかを壁にかけたり、うん、マグネットでつけておきたいという方が結構いらっしゃったりしますので、はい、このマグネットパネルの需要が増えているわけなんですけども、はい、マグネットパネルをつけた場合の金額はいくらかというと、定価が16万7000円の今回 65% で計算したところ、10万8550円ということで、
通常の楽選で選べるキッチンパネルと違って、はい、プラスで6万3400円かかりますと、うん、見た目はそんなに変わらないけれどっていうことですね。あくまでマグネット対応ということで、うん、なるほど、はい、その差額としてはこんなにかかるってことですね、はい。まあ、だからこの動画の結構価値っていうのはもうこの時点でマグネットパネル6万3400円かかるんやったらもう普通のパネルでいいかっていうふうには結構出てくるっていう、うん、確かに、はい、まあ、そういう事前情報をこれで渡してるって感じですね、はい。っていうような感じで、まずは、ステディア、安いステディアと高いステディアの、大きな違い、これ何かというと、ラクエラ仕様のが混じってるかどうか、うんうん、はい、これ一つ覚えておいてもらいたいというふうに思いますと、はい。で、今までどちらかオプション、キッチン本体の話じゃなくてオプションの話なんですけども、キッチン本体の話になりますと、はい。まあ、次出てるとかどこかというとワークトップ、うん、はい、カウンターの話ですね、はい。で、安いステディアにつきましてはステンレスカウンターで見積もりをしております、はいはい。で、高いステディアに関しましてはセラミックカウンターですね、はい、で見積もりしておりますと、はい。で、こう値段の順番で言うとまずステンレスカウンターが一番安いです、うん、そうなんですね、はい。ただクリナップってやっぱステンレスのメーカーっていうだけあって、はい、このステンレスのカウンターでも、まあ、かなり清掃性が高いものステディアに関してなってますし、はいはい、お掃除しやすいような加工になってますと、はいはい、いうことで、まあ、値段は抑えられるけれども機能はいいというところは一つ補足させていただこうと思います。で、ステンレスが一番安かって、その次に人材、アクリル系の人造大理石があるんですよね、はい。で、一番高いものとしてセラミックがあるっていう、こういった順番になります、はい。では一番安いステンレスからセラミックに変えるといくらぐらい差額があるかと申しますと、はい、なんと25万4150円、はい、すっごいありますね、はい、変わってきますと、はい。まあ、大体こうリクシルなんかで見ていて思うのはやっぱりこう普通の人造大理石からセラミックに変えようと思うと定価ベースで20万から上がっていくんですよね、うん、はい。っていう意味で言うとお客さん出しでまあ15万とか、うん、まあ、20万近くやっぱりなってきたりしますので、はい、まあ、やっぱりこれぐらいかかるんだなっていうところですよね、うん、はい。まあ、そういった意味では今回ここにはないですけどもステンレスからまあ人造大理石のカウンターに変えると大体プラス 4,5 万ぐらいっていう風なイメージも、合わせてお持ちいただけたらなというふうに思います。で、その次なんですけども、キャビネット本体、これも値段が違うんですよ、安いステディアと高いステディアで、はい。じゃあ何が違うのかという話をさせていただこうと思うんですけども、はい、これ何かというと定価ベースで安い方は21万8000円に対して高い方は36万8000円になってるんですよね。全然違いますね、はい。で、実際そのお客さんの出し値、65% で掛け率計算した時の差額でいうと、はい、9万7500円って形で、まあ、10万円ほど、はい、違うわけですけども、はい、これ何かというと、はい、底板ステディアっていうのはステンレスキャビネットっていうのがまあ評判のキッチンになるかと思うんですけど、はい、この底板がメラミン化粧板仕様、まあ、つまり木製ですね、うん、はい、ラクエラと同じようにメラミン化粧板仕様っていうのができるんですよ、はい。だから側板はステンレスだけれども底板は木製っていうそういう仕様ができまして、まあ、そうするとまあ10万差がありますよと、はい。で、僕この点に関して一個言いたいことがありまして、はい、こういう仕様あるっていうのほとんど多分知らないと思うんですけど、僕これなんで知ってるかって言ったら、まあ、とあるお客さんから、まあ、ステディア見積もりしたいってお客さんから某家電量販店で、はい、まあ、こんな風に書かれてんねんけどみたいなって言って、まあ、カタログ見せられて、そこに書いてあるのは底板メラミン化粧板仕様みたいな、はい。で、何が言いたいかというと、僕家電量販店ちょっと悪いなって思うことが1個あって、悪いずるいなって思うことが1個あって、はい、何かというと、例えば某丸々電気ステディアプランみたいな感じで、あ、なんか一見お得に見えますね、はい。で、税込み110万でステディアに交換しますみたいな、工事費込みですみたいな、っていう風に結構チラシ貼ってると思うんですけど、はい、あれってそのステディアがどういう仕様のステディアなのかって詳細書いてないんですよ。お、はい、まあ、簡単に言ったら、はい、僕らから見たら結構安いなと思うことがあるわけなんですよ、うんうん。いやいや、ステディア入れようと思ったら商品代だけで 7,80 万かかることありますって思う中、税込みで工事費込みで110万とかできるんですかみたいな結構思うことあるわけなんですよ、はいはい。で、そのからくりの一つがこれでして、ちっちゃい字で簡単だったら、まあ、これはあのメラミン化粧板、底板がメラミン化粧板仕様になってますって書いてあるんですよ、うんうんうん。なるほど、ちょっとずつ安いものを入れてるってことですか。あ、まあ、そういうことですね、うん、はい、っていう、そういうちょっとずるいなと思うことがあるんですけど、はい、まあ、こういうふうにすれば値段を下げられるということですね、はい。だからもうこれやったらもうラクエラでええやんって思って、はい、まあ、そんな感じですと。で、次は釣り糸ですね、はい。で、釣り糸に関してはどちらも普通の釣り糸ではあるんですけど、はい、高い方のステディアに関してはどういったものをつけているかというと、はい、これも過去のうちの動画で撮ったんですけれども、このハンドムーブという機能ですね、うんうん、はい。
まあ、こちらに関しましては水切りタイプとそうでないものと普通の収納段として使うものと2つありまして、はい、まあ、どちらにしてもほとんど値段は変わらないわけなんですけども、まあ、やっぱ便利ですね。やっぱ釣り取ってる背の高いところにあるわけなので、はい、なかなか物の出し入れ難しいわけなんですけども、うん、まあ、力をするのにかかわらずこうやって下げたり上げたりすることによって、まあ、使い勝手のいいものを実現してますと、はい、で結構ねこれね他メーカーでこのハンドムーブ、いや手で下ろす、まあ、自動じゃなくて手で下ろすっていうのはなくて、はい、こういうハンドムーブがあるからクリーンアップ選びたいっていう人が、まあ、一定数いらっしゃるんですけども、はい、お客さんで、ただこれをつけようとすると金額差がいくらかというと7万200円と、はい、これ税別金額なんですけども、はい、そういう風になっておりますと、はい、でもそれでもつけたいっていうお客様はいらっしゃるでしょうね。はい、いるっちゃいますと、はい、うんうん、いうことですと。でそういうのを合わせ持って、はい、差額でいうと税別で1162,885円となっておりまして、税込みで言うと130万弱ぐらい変わっているというところですね。でこれに関しては、まあ、設置費も今ちょっと詳細は割愛しましたけれども、はい、安いステリア高いステリアでやっぱちょっと手間も変わるんですかね、4万円ぐらい変わったりもしております、はい、でもう一点費用が変わる点として大事なところをちょっと説明し忘れてるので、はい、させていただこうと思うんですけども、正直ね扉のカラーあるじゃないですか、はい、あれが変わると結構金額差で変わるんですよ。あ、そうなんですね、はい、で今こちらに、まあ、同じキッチンで、扉カラーごと値段差まとめてるんですけれども、クリーンアップのステリアに関しましてはクラス5からクラス1まで5段階で値段の差が出ますと、まあ、クラス5が一番簡単に値段リーズナブルで、はい、1が一番高い、うん、はい、まあ、こういうものになりますと。でじゃあどういったものがクラス1でクラス5かってところを、まあ、簡単に説明させていただくと、はい、まあ、クラス5結構僕これでも十分だなと思ってるんで、別にそんなにこだわりない人に関してもクラス5で十分なんですけども、こういう石目のものがあったりとか、うん、はい、まあ、木目のものもありますし、はい、はい、それシンプルな、はい、まあ、単色のものもあったりしますというところになりますと、まあ、これシンプルなものがかなりクラス5ですね、はい、でまあ、そこからちょっとずつ値段上がってクラス4って、まあ、これはどっちかクラス5の延長線上の、まあ、いろんな色のバリエーション増えてますよっていうところですかね。で3、2、1と上がっていくと、これ何かというとクラス2とかで一番分かりやすいのはこれブローカントとか書いてるように、これカマチ彫り込みがあったりとかするものになると高くなってきますと。なるほど。で、クリーンアップってステンレスメーカーなんで、もう全面扉も含めてステンレスにしたいっていう人もいらっしゃってするんですけど、はい、そういったステンレスで巻いたような扉にしようとするとクラス1とかクラス2とか、はい、そういった必要がありますというところですね。なるほど、はい、まあ、そういった感じで、はい、まあ、単色で良ければ、まあ、大体こうクラス5、4あたり収まるんですけども、まあ、プラスのこう扉の加工、はい、まあ、まあ、先ほどのカマチがあるとかステンレスにするとかすると、うん、大体こうクラス3以上になってくるところですね、うん、はい、じゃあそれがどれくらいの値段差出るかってところについてこちらまとめておりますと、で大体こうクラス5からクラス4ワン段階上げようとすると63,050円上がりますと、はい、まあ、税込みで言うと、まあ、7万弱ですね、はい、でクラス3になるとポンと上がってクラス4から3で118,300円と、クラス5から言うと20万ぐらい上がるんですね。で2、1と上がりまして、はい、最終クラス5から1に上げると何も、まあ、というか扉だけで最高級のものと一番リーズナブルとの差額でいうと、はい、税別で354,900円ということで、税込みすると40万扉の色が違うと変わると結構ですね、はい、40万かなので、まあ、大体うちのお客さんは大体クラス5、はい、ないしはクラス4で収まるお客さんがほとんどでは正直なところあります。まあ、ただ恋しちゃったんだったらやっぱ扉グレードね、クラス1とかやるのもありかなというふうに思いますけど、皆さんはどうでしょうか。はい、まあ、こんな感じで標準工事費込みの合計金額お伝えし忘れてたんですけれども、はい、安いステリア、まあ、クラス5の扉ですね、はい、で見積もった場合の合計金額でいうと1162,500円、まあ、プラス税になるんで大体まあうちで安くステリアやるとしたら大体これ130万弱ぐらいかなって感じですね。で一方で高いステリアになりますと、はい、税別で標準組み立て費買いたいとこ込みですね、すると231,335円ということで、税込みで言うと250万を超えてくるような形になっております、はい、まあ、こんな感じで、まあ、同じステリアでも最終120万、まあ、あの扉、グレードも一番上と下にすると、まあ、40万ぐらい離れるわけなので150万離れますね。お、はい、同じステリアって名前で売ってるのにですもんね、はい、っていう感じで、まあ、ステディアは本当にオプションによって値段変わりますので、はい、まずはご自身のご予算を決めてから業者に見積もりを依頼される方がいいと思います。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。